台風7号はお盆休み最終日にも交通の大動脈を再び寸断しました。東海道新幹線は大雨の影響でおよそ6時間にわたり全線で運転を見合わせ、東京駅は足止めされた人たちであふれました。東海道新幹線の一部区間運転見合わせの影響で駅の改札前には多くの人であふれ返っています。お盆休み最終日となった今日、東海道新幹線は始発から通常運行に戻りましたが、大雨の影響で午前8時半に今日も運転を見合わせました。本当に台風マジで憎いですね。本当許せないです。いつ何時に到着できるかっていうのも全く目処が立ってないので、We are coming from France and we are heading to Hiroshima. We just wait for now. It's not cancelled, it's just delayed. And we hope that we could get there at Hiroshima today. 今朝、オーストラリアから帰国し、静岡に帰るというこちらの女性は。急遽探して、高速バス探してここまで来ました。とにかくちょっと今日帰りたいんで、明日から仕事なので、帰りたいです。台風7号に向かって湿った空気が流れ込んだ影響で、静岡県では断続的に激しい雨が降り、運転再開まではおよそ6時間かかりました。東海道新幹線全線がおよそ6時間ぶりに運転再開しました。改札の前では多くの人が続々とホームに向かっています。やっと街が開放されるので良かったですね。帰れそうな感じはあるんで良かったです。もうちょっと娘がいるのでできるだけ座りたいなと思ってるので、はい、グリーン車でちょっと撮りました。1時間以上は並びましたね。ようやく東京へ帰ってきた人は、9時間、途中で降りるにも降りれないというか、やっぱり人も多かったので、まあ、ご飯も食べれないし、まあ、お尻もねだいぶ痛かったですね、はい、大阪行こうとしたんですけど途中で止まってしまったので途中でもう帰ってきちゃいました。テレビとかニュースで見るような感じだったので、まあ、まさか自分がっていう感じですね。行きたかったですけど、まあ、しょうがないですよ。それでは現在の東京駅の様子を見てみましょう。こちらは JR 東京駅新幹線乗り場の現在の様子です。東海道新幹線の運転は再開されましたが、大幅なダイヤの乱れは続き運行に遅れが出ています。 JR 東海によりますと、東海道新幹線では午後7時50分の時点で最大で8時間半の遅れが出ているとみられます。今日この後の運行についても雨の状況によっては取りやめる恐れもあるということで、予定を変更するよう呼びかけています。現在の東京駅の様子ご覧いただきました。さて、お盆休みの U ターンに大きな影響を与えた今日の新幹線の運転見合わせは台風7号が影響したようです。気象予報士の四季並さん、解説をお願いします。はい、台風7号は昨日の夜、日本海に抜けて離れたところを進んでいるんですが、台風に向かって流れ込む湿った空気の影響で大気の状態が不安定となっていました。都内も時折雨が降りましたが、静岡では局地的に雨雲が発達しました。東海道新幹線が運転見合わせとなった頃、午前8時半には静岡県内で1時間に60ミリ、滝のような雨が降ったとみられます。でこのように新幹線の通り道に重なっているんですね。この雨の量が今回新幹線が運転を見合わせたポイントとなります。小松さん。はい、そうなんです。JR 東海が公表している雨による運転見合わせの基準が4つありまして、今回はこの1時間あたりの雨量の60ミリを超えたことで運転見合わせとなりました。こうした雨による運転見合わせの基準が設定されているのは東海道新幹線の特徴で、その理由は59年前の開業日に関係があるんです。
当時の東京オリンピックに間に合わせようと工事が進められたため、はい、コンクリートの高架ではなくこうした切り戸や盛り戸の上に線路が敷かれている割合が合わせて 50% を超えていたんです。その後補強工事が行われていますが、大雨で線路に土砂が流れ込んだり流れ出るリスクが他の新幹線より高いということなんです。この後も台風の影響というのは四季並さんあるんでしょうか。はい、明日もですね、台風に向かって湿った空気流れ込みますので大気の状態不安定となりそうです。その後は高気圧の勢力強まって今度は猛暑が戻ってきそうです。